オッケー、次のミニライブはこれでいきましょう。綺麗にまとまったね。さて、それでは弓道部の方に顔を出してきますね。うん、行ってらっしゃい。うみちゃんは弓道部との両立大変だにゃ。弓道部も大会とかある？読みたいストーリーを選んでくださいね。ほのかちゃん、小鳥ちゃん、ほら、雑誌？このページ、ちっちゃくやけど、海ちゃんだ。代々、日部の家元の園田家にお邪魔しました。おばさまたちも乗ってる。お綺麗な方です。言ってるよ。言うでしょ、そういうインタビューだろうし。海ちゃん、日部の練習も大変なんだろうね。うん、やっぱり海ちゃんの家は日部の家元だし、そういう話があればミューズに優先するよね。うん、何かあったら今度のライブ出られないかも。責任感の塊みたいな人がそんなことしないわよ。だから余計に心配なんかもな。おみちゃん、これからどうするんだろう。遅れてすみません。おみちゃん、どうしたのです、ほのか。なんでもない。さあ、ライブまで時間がないんだから練習するわよ。私結構手先が器用で。ミューズの、ほら、おとりちゃん聞くの今だよ。え、私聞いた方が。もう見てらんない。ニコちゃん、ウミちゃん、この記事なんだけど、なんかあの二人がどうしたのか聞きたいって。ああ、これですか。母にどうしてもと頼まれまして。なんでも母の友人が編集をしているんだそうです。へえ、そうなんだ。そうそう、その代わり次のライブの記事を載せてもらうことになりました。さすがウミ、抜け目ないわね。大事な練習時間を削ったんですから、これぐらいはしていただかないと。なんか日部の話ばかりしてたけど。そりゃ日部のインタビューなんですから、日部以外の話はしないでしょ。少しでも早く告げるようにっていうのは、今すぐという話ではありませんよ。そもそもそんなにすぐ告げるわけないでしょ。ミューズの活動は、質問の意味がよくわかりませんが。続けるよね。あ、続けますが。よかった。もしかして二人はこれを見て私がミューズを抜けるとでも。ほのかちゃんが、だって弓道部の方も大変そうだし。ほのか、小鳥、はい、確かに二人が知っている通り、日舞や武道は私にとってとても大切なものです。でもミューズだって私にとって、いえ、私たちにとってかけがえのないものだって分かっているでしょ、うみちゃん。それに一度始めたことを諦めては武士の恥、そう簡単に投げ出したりはしませんよ。うみちゃん、ちょっとほのか。やっぱほのかセリフおかしいよ。もうずっと三人一緒だよ。ほのかのこと末永くよろしくお願いします。なんか夢入りするみたい。休校になります。かよちんとまきちゃんもりんのお嫁さんになるにゃ。ならないわよ。一件落着ね。ひそかにエリチも安心してるやろ。そりゃね、海のいないミューズをまとめるとか、ゾッとするもの。読みたいストーリーを選んでください。